안녕하세요저는 KKB 아나운서가모리테츠로입니다감사합니다はい今ですね、なぜ私が韓国語で挨拶したかと言いますと、お隣に素敵なゲストが来てくださっているからです。自己紹介をお願いします。こんにちは、鹿児島純ちゃんです。前は KKB のかごときという番組でリポーターをしていました。今は YouTuber、鹿児島純ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。はい。もう僕もね、韓国の、はい、まあ、いろんな文化、たくさん興味ありますから、今日はいろいろ聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。楽しみにしてます。はい。親しみを込めてね、私もじゅんちゃんと呼ばせていただきます。はい、そっちの方が慣れてるのでYouTube もね、はい、リンク貼ってもらうんですかね。ぜひじゅんちゃんの YouTube も見てください。どんなことを YouTube で紹介してるんですかね。YouTube では、まず韓国人向けの動画と、はい、日本人向けの動画を両方撮影してるんですけど、はい、日本人向けの動画は、今まで知らなかった韓国の常識とか、うん、あと、まあ、間違って使ってる韓国語とか、はい、そういうのを主にやってます。そして韓国人向けの動画では韓国、まだ今はまだちょっと来れないんですけど、はい、鹿児島に来た時にこういうところおすすめだよっていう場所を紹介したり、うんうん、美味しいものを紹介したり、あと食べるのが大好きなので、はい、まあ、よく韓国の YouTube でモッパンっていう言葉があるんですけど、はい、まあまあ、ただ食べるのを撮影してこうみんなに見せるやつなんですが、はい、そういうのでなんかもうアイスクリーム5個食べてみましたとかなんかそういうのもやってます。はい、日本語、まあ、上手ですよね。ありがとうございます。これ何年目ですか日本に来て。日本に来てもう12年目ですね。あ、すごいな。日本語もペラペラですからね、いろいろ聞いていきますよ。ということでまず最初なんですけれども、韓国と聞いた時に私の頭にパッと浮かぶのは、うん、BTS です。はい、私 の、 あのアナウンサー公式プロフィールにも書いているんですけど、尊敬する人を BTS のジョングクさんと書いてます。あ、そうなんですか。で、なんでかっていうと、うん、僕ジョングクさんと生年月日全く一緒なんですよ。そうなの。そうなんですよ。若い。97年の9月1日生まれと、まあね、あんなイケメンと同じ誕生日ですから。いや、イケメンですよ。いやいやいや、やめてくださいよそんなね、困りますよ。そのジョングクさんに、まあ、同じ生年月日ということで日頃から応援させていただいてるんですけど、だからね、 BTS っていうのはねちょっと興味があって、曲もね何曲か聴いてます。そうですね、はい、韓国で実際 BTS ってどういう存在なんですか。いや、もちろんもう最近は BTS は韓国人の自慢なんですよね。自慢、うん、もうなんか5、6年ぐらい前まではキムヨナさんが韓国人の自慢、ね、はいはい、だったんですけど、はい、今はもう間違いなく BTS ですよね。ですよね。うん、で、まあ、デビューしたのが7年8年くらい前かな、はい、最初は全然売れなくて、うん、なんかそういう時代もあったんですけど、私はデビューして2年目ぐらいに BTS を見て、はい、もうすごい衝撃を受けたんですよね。なんか YouTube 見ると、うん、なんかこう練習してるダンス動画とかあるじゃないですか。ありますね。はい、であれを見て、なんか7人で踊ってるのにもう1人で踊ってるのと一緒、なんかわかりますよね。そうそう、あの団体技ですよ。そうそう。で、はい、それでもすっごいもう衝撃を受けて、うん、でもうちょっとファンになりましたその時、うん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 、でもまだその時は日本では、まあ、エクソがすごい人気だった時代で、ね、はいはいはい、ごめんなさいエクソファンの皆さんでだったけど、もう周りのエクソファンの皆さんにちょっとごめん、はい、もうあと半年1年ぐらいで絶対 BTS がエクソを超えるからって超えるからで言ってたんですよ、はい、そしたら周りから私はもうすごいもう笑われて、いやそんなこと絶対ないでしょって。で BTS 事務所もちっちゃいし、もうエクソより全然魅力もないしって言われたけど、実際もう1年後には BTS がもうエクソをはるかに超えるようになって、もう世界の BTS になりましたね。世界の BTS、まさにそうですよね。ね、うちの、 もうあの親戚のおばちゃんで、ね、75歳のおばちゃんがね、はい、もう最近仕事辞めたんですけど、はい、まあ、辞め、もうそしたら時間があって朝起きて朝9時から夜9時まで、はい、もう12時間ずっと BTS の動画見てるんですよ75歳のおばちゃんがうんうんうん、うん、それぐらいもう年齢関係なく今はもう韓国人の自慢であり、はい、もう大好きなアーティスト歌手なんですよね。なるほど、うん、まあ、身内ネタで申し訳ないんですけど、私も妹がいまして、妹が、まあ、すごい特技を持ってるんですよ、うん、それが BTS の曲は全曲最初の1音を聞いただけでどの曲かっていうタイトルを言えるっていう特技があるんですよ、本当ですか。全曲全曲です。本当に怖くてもうめちゃくちゃ面白いんですけどどれだけ
聞いてるの。でしょ、再生ボタンを押してすぐ停止ボタンを押して1音目ポンってなった瞬間に何々っていう曲をね全部答えるんですよ。っていうぐらい、まあ日本人でも熱狂的なファンもたくさんいるし、私もそうですけど、 BTS いいですよ。まだまだね、あの練習を見てない方がいたら、うん、もうぜひご覧ください。そう、まずあの練習室で練習してる動画から、うん、あれがもう衝撃です、衝撃です衝撃ですよね。でも絶対あの男でもかっこええなって思うと思うんですよ、うんうん、ぜひ見てください、はい、で BTS の、うん、まあファンのことをね、まあ、うんうんうん、ある変わった呼び名で日本語ではない呼び方で呼ぶんですよね、うん、はい、それをちょっと紹介してもらいます。例えば私は BTS のペンです、はい、これですか。ペンです、これです。はい、あの私さっきジョングクさんを、ね、うん、ジョングクさん応援してますって言いましたけど、はい、それを韓国語で言うときはジョングクペンニーだ、ペンニーだ、ペンって言うんですよね、はい、これ不思議ですよ。なんか こういうペンかなって思いますよね、書くペンですよね。これなんでペンって呼ぶんですか。それはファンという意味なんです。ファンがペンになってる、それは韓国では普通なんですけど、はい、まあ、韓国語は F の発音がないんですね。へー、 F がないんだ、うん、だから F が全部 P になっちゃうんですよ。F が P になるから、だからコーヒーはコピーと言います。そっか、コーヒーの F ですもんね。そう、そしてフランスはプランスって言うんですよ。へー、面白いでしょ。だからファンも本当はフェンですけど、それをペンって言うんです。うんうんうん、なるほど、うん、じゃあ日本語で言ったら例えばそうですね、ユンギさんだったらそうユンギファン、うん、これがそうそうそうユンギペンになる、になるんです。ペン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 、かわいいですね。なんか呼び方がですよ。